ジャーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今回はカンちゃんがあの安倍川で天然採取してきた平田クワガタを割り出したいと思います。天然採取って言い方初めて聞いた。野外採取か。普通に採集してきたらいいんじゃない、うん、採集で天然以外ないし。そうか、採集で飼育品採集してくる人いねえか、うん、飼育品の採取新しすぎるでしょそれは盗んできたってことになるもんな、うん、一応これだね。だから、うん、本土平田の今日は割り出しで、本土平田の割り出しをしたいと思います。で1ヶ月以上前かな、一応これ組んであって、うん、卵の確認ってここ書いてあるけど、7月25日に卵確認って書いてあるけど、うん、遅すぎね。まあでもあれじゃない、卵が見えたのはそれぐらいってことじゃない卵も見えたけど幼虫こんなでかいの。だから幼虫は後から表面出てきたかもしれないじゃん。そっか、なるほど。うんうん、まあ、一応こんな感じで幼虫が二例幼虫って言って、うん、1回脱皮して二例ってのになってるんだけど、もう結構でかいね、爪ぐらいのサイズあるね。以前もこういうことにね結構言ってたんだけど、二例幼虫になっちゃうとメスが探してて食べちゃうんだよねこれ。最初は産卵しようとして近く寄るじゃん、うん、それで一回この幼虫を見つけると、うん、幼虫が全滅するまで食べちゃうさ。あ、そうなんだ。うん、初例幼虫のうちにだから割り出すと一番いいんだけど、二例になったらもう慌てて割った方がいい。あ、じゃあもうこの大きい幼虫見えたらもう即割らないと、2、3日するとこれがいなかったりするもん。じゃあ取り出して、うん、その個別飼育とかにした方がいいってことね。した方がいいです。うん、だから実際割ってみるとひょっとするともう食べられちゃって減ってるかもしれない。他にまだ見えてる、表面に卵は見えてる。ここに2つ、これを食べた後産むって場合があるから。あ、ほんとだ、新品の卵だ。うん、ここに1個ついてるじゃん。なんか初例も見えた気がするんだよね、どっかの表面に。反対側表面に見えた気がするけど、あ、いるやん。あ、ここにいるわ。いる、だけどこのバランスおかしいら。まあ産み続けてるのか。ほんとだったらこのサイズのやつが何匹かいて、うん、で、そのステージがつながって初例から卵につながってるはずだけど、うん、これが1匹見えてるだけで、あとはいきなり卵と初例ってのはさ。まあでも割ってみたらもしかしたら出るかもしれないじゃん。この頃産んだご兄弟食べられてるかもしれない。だからまあでもいるかもしれない、まあ、そうだね、うん、とりあえず割ってみると、はい、あのその条件がわかると思う。まあでも今これが見えてるからもう即日割った方がいいってことだね。今日、今日、今日、一応もう今割ります。うん、割りました。はい、割りました。じゃあとりあえず割ってみます。はい、あんまり餌減ってないパターンじゃない。ほら、これ入れたばっかなんだよね。でもこれなんか収縮しただけだね。マジで、もう食っちゃったパターンだよ多分。やっぱ幼虫食べるようになると餌食わなくなる。食わなくなる、全然食わない。幼虫回収しちゃうまで。やっぱ実は肉食なんだね。うん、下側は全然見えてない。でも張った跡はあるな。卵は見えてるね。あ、ほんとだ、張った跡ある。うん、もともとこれ幼虫が動いた跡って感じだからさ。うんうんうん、いてくれたら嬉しいね。卵はある、確かに。それパンパン叩いて大丈夫だよ。大丈夫、これプリンか。プリンじゃない、プチプリンみたいになってるから、うん、叩くとスポンと落ちるから、うんうんうん、叩かないと逆にこうやると、うん、幼虫とかすりつぶしちゃったりする。なるほどね。もう一応卵、これが二例幼虫、さっき言ってたね。うん、この見た目でもう平田とかコクワとか区別つく。基本はつく。コクワはね、一応これは二例幼虫だからはっきりしないけど、うん、三例になるとね、頭が丸さ。まあそれを言われたところで俺わかんないんだけどね。まあそっかも。卵をまとめて一つに入れちゃってさ、共食いしないの、うん、する。だからこの卵を入れる時もね、うん、ケースで管理するときはそこ2センチぐらいをさガチガチに固めとくさ、うん、そこの上に卵を巻いて、はい、そしてやると下に潜ってた幼虫があまり動かないから、うん、まあ、ちょうど産卵ケースみたいな状態にしてやればいいさ、うんうんうん、さっきの2連卵。二連の卵、二連卵。あ、二連卵ね。割り出しもね、本当に食べられたくないからって早く割り出しちゃうと、うん、細胞分裂始まってない段階の卵をいたずらすると、うん、孵化しない、ほとんど。あ、そうなの。うん、でもなんかあんま孵化しないイメージないけどね、さ、割り出した後の卵。そうそう、だから丸くなった卵だったらもう全然平気。ほんと、産みたてのさ、細長いやつとかもう腐っちゃうパターン結構。あ、そうなの、うん、知らなかった。で、この辺の卵はちょうど2日ぐらい経ったやつだ。分裂がちょうど始まったぐらいのやつら。へえ。他のは丸っこくなってきてるじゃん、うんうん、これだけ1個細長いじゃん、うん、産んだばっかりさ。へえ。産んだばっかり、ばっこり、丸もっこり。マリモッコリ、卵ばっかかな、もしかして。卵ばっかだった場合、あ、孵化しましたよ。
真っ白結界だね。卵から出たばっかり。これさ、知らない人が見たらクワガタの幼虫に見えないね。ね、ハエの幼虫かなんかだと思って潰されちゃうかもしれない。この幼虫が孵化したてじゃん。うん、こっから1ヶ月ぐらいでこれのちょっと手前ぐらいになるから、うん、そこまでをマット管理してそこから禁止とかに留めるさ。あ、いきなり禁止に入れちゃダメなんだ、うん、最初からマットで最後まで通す人はもうその幼虫を瓶に詰めたマットに入れればいいと思うさ、うん、マットだったらいきなり投入して OK？ そう、どっちにしろマットで管理するし、卵でも入れていいってこと？卵で入れてる人もいるよ。だ、そうなんだ。卵かカップでも一緒だけどさ、うん、1個ずつ管理して幼虫が大きくなるまで待つ人もいるから、うんうん、で禁止の場合はそのすぐに入れちゃダメってことだね。禁止の場合はね、あの寝食いの虫って食性が、あ、ちょっと半透明の幼虫出てきちゃったぜ。あーでもガスちょっと立ってるぐらい、うん、ちょっとケツが赤いじゃん。巨食になってるとこれケツ赤くなるさ、色が違わない、すごい透明、透明でわかんねえか。うん、でも普通に大丈夫そうだけどな、元気だし。結構幼虫もいるかな。幼虫自体はいると思うけど、うん、二例からのステージの間がいないっていうのがちょっとやばい。そいつだけがもしかしたら食べられなかった生き残りかも。これ割るコツとかあるの？その見つけ出すコツとか。ここをね、こうくちゃって割るんじゃなくて剥いていくみたいな感じ。こう、そうすると潰さない？うん、潰さない。色がちょっと体色の悪い透明感だな。ちょっとの間食べてなかったんかな。多分魚食っぽくなったと思うさ。誰かのうんこもらって食ったりすればいいんだけど。とりあえず今割り終わって、はいはいはい、見た感じだとやっぱこのステージのやつが全然いなくて、ほんまやね、食べましたね。あー、うん、なるほどね。多分幼虫発見したのが7月25日って書いてあったけど、うん、その段階ではもうこのくらいのやつらが何匹もいたと思うさ、うんうんうん、それをほとんど食べて再度見始めたグループだと思う。これまだ1匹残っててよかったわ逆に、うん、そいつも表面見えてるのがさ、うん、結構前から見えたんだよ、うん、そうか、うん、その段階だとまだ 2,3 匹いたかもしれないな、うんうんうん、結局だから割る感じとしては初例幼虫になったら1回割った方がいい。うん、うん、1匹初例幼虫だと今も結果的にこんだけ9匹か初例は、うん、で卵はこの11じゃん、うん、前も実際同じくらいになってたと思うさ、うん、これこいつがいる、こいつがね初例幼虫だった時も、うん、だからそれで卵と幼虫合わせると20匹ですよみたいになってた。そうか、じゃあもっと早く割り出しとけば、そう、今の時点ではその2例幼虫が10匹になってたってことね。そうだね、うんうん、まあまあまあでも食われちゃったかもしれないけど、うん、とりあえず20匹は20匹分は回収できたから、まあまあそうだね、2例は2例抜いても一応卵をさえ返っちゃえば20匹になるから。そうだね、うん、ま、ちょっとスタート遅れたけど、うん、そうだね、本当はその2例幼虫のとこを今挿入できれば、うん、挿入、もう投入、投入、うん、投入で練乳、投入、母乳、投入。じゃあサンプルで一応これだけ禁止入れて、うん、あとは全部孵化したのも入れられるからさ、でこれだけ拒食症っていうのをチェックして、うん、置けばいいと思うさ。卵はどんぐらいで孵化する？卵は全部が違うから、うん、一応早いやつは3日後ぐらいにはもう孵化して始めちゃうからさ。だからそうだな、もう一回取るのか取らないのかだね、これを。まあとりあえず取らずに置いとく、見るよ。それだったらこのケースを下固めて、うん、あの卵をそのさっき言ったように2センチぐらい固めたところにガッて巻いて、うん、それでやればいいと思うさ、うん、1ヶ月後ぐらいにこれのちょっと手前ぐらいになったところを投入していけば、うん、では禁止だと後でもう追っ払うと思うからさ、サイズは、うん、とりあえずもう、あと他に質問があるんだけどさ、うん、これ1回もう産んだじゃん結構幼虫、うん、でこのメスはさ、あとどれぐらい卵とか幼虫を産むの？コンディションが、メスのコンディションを整えてやれば、うん、多分80とか70とかは普通に産むから、うん、もうワンサイクル産むと思うよ。これ だからこの時に20産んでたとして、うん、これが今20じゃん、60、あ、40じゃん、うん、もうワンサイクル20ぐらい産むと思うよ。それはさ、うん、じゃあもう1回産ませるのストップさせようって言って普通の管理で、うん、産卵セットじゃない管理でするじゃん、うん、で3ヶ月後ぐらいにもう1回産ませるかって産卵セット組んでも産むの？産むよ。そうなんだ、うん、年内別にもう一回セットするんだったらまた産むと思うよ。
じゃあ、処理幼虫はマットを用意してあるので、それに投入します。こういえば、ブレンディーマットね。うん。これはモカブレンドだよね。モカ普通、加水して飲めるんですか。そうです。シャンティーだかなんだかわかんないけど、うん、ぶっちゃけこれ俺が詰めたんだけどさ、うん、半年ぐらい前に買ったマットが余ってたからまあでも育つのか腐りに来ててダメなのかはっきりしないで、この手はダメ、うん、まあやってみていい。これ一応ね、巨食のだけね、一応チェックしておきます。本当に巨食かどうかわかんない。そんな上に転がす形でいいの。そう、上に置いとけば自分で潜るから。まあ確かにでも上半身白いけどさ、全然元気に見えるけどね。幼虫自体元気だけど、うん、体の中のバクテリアはなくなっちゃってるような感じする。まあとりあえずだけど、あれだろ、他の幼虫の糞も混ざってんだろこれ。でもだとしたらさ、あ、それが、あ、そうだそうだそうだ、糞が混ざってればそいつのバクテリア吸収して、うん、だいたい活性が上がるから平気だと思うけど。まあ一応それも言っとくか、うん、このマットは深山クワガタの幼虫飼育に使ったマット半分プラス、うん、半年前に購入して使わずに雨ざらしになっていたマット半分でミックスしました。埋めなくていいの。幼虫は埋める必要ない、自分で潜るから。本当に。本当だよ。巨食とか言ってんのに。巨食だって自分で潜れないんだったら最初から今日って同じだっけ。ここの棒いらないんだっけ。だって何これ。ああ。いや、いるでしょ。あ、待て、いらないか。合ってる感じ。俺に聞かないでほしいこれで乗っけるだけでもう蓋していいの。そう、これ自分でほら、もう潜ろうとしてるもんね。これ歯のとこでこれガリガリってやってさ、自分の潜るとこ作ってるから。まあいいって言うならいいけど。いいって言えばいい。これは幼虫はボトルに導入したらどんぐらいで、あれだの、交換したりするの。こういうやっぱ音楽ズム自体も、うん、やっぱ半年ぐらいが寿命だね、大体、うんうん、だん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 傷んじゃうから、うん、半年ぐらいでを目安に一回交換した方がいいと思う。かわいきっちゃい幼虫。これは最大ってか何グラムぐらいまでいくの。温度平たってさ、一応20グラムを目指した方がいいだよね、うん、やっぱ70ミリ作るには20超えぐらいじゃないとできないから、うん、これ今何グラム。今何グラム、うん、これ、うん、これグラム測れっか。今はいいけど1グラムないら 100% ないね。ないよ、測れないよ多分測れるとは思うけど別にいいや。こいつ測れる、重さ測れる機械がないな。いや、測れるでしょ。 0.1g とかの。 0.1g 以上はあると思うよ。いや、0.1 あるか。あるよ。いや、絶対俺は 0.1 以上あると思うけどね。どう、君が何と言おうと僕は計測できるかな。 0.1g 以上あることに魂をかけるよ。 1g ってだって1円だぜ。だから 0.1 だって。あ、0.1 か計測不能やん。ほら消えた。マジで。じゃあ実質いないとと一緒じゃん。うん。ってことは無を飼ってても本土平田飼ってことになるってこといや重さだからうん、だからね、だから 0.1g に出してないんだよこれ多分。一応まあじゃあこれ、うん、一応こっち入れます。計測不能。すごい、無をじゃあ入れてても無じゃないから無じゃないから測れないだけだからじゃあこのほら二例用紙入れて測ってみるか。うん、二例用紙 0.6。 マジでこの大きさで 0.6 なの。うん、これ1円玉より軽いってこと。これ軽いんだね。存在感1円玉よりあるけどあれ張り付いちゃった。このいいかな、衝撃与えて。ダメダメダメ、あー死んだわしかも脳天から落ちた。真っ白やね、本当にね。なんかあれ幼虫ってこういう色してるもんだからさ、これだとさ、うん、幼虫に見えない。なんかシラスの中に入ってるちっちゃいタコに見えるエビじゃなくて。うん、エビじゃない。これに穴開けます。はい。金賞もね、これちょっとね
色変わってきてる部分もあると思うけど、うん、これぐらいにちょっとなってる方がいい。前に70いった時はどういうボトル使ったの？マット？70の時はね、メーカーが違った、もうなくなっちゃった、その頃のメーカー。あ、そうなんだ、うん、まあ、言えば知ってる人もいると思うけど、うん、マルサンって会社のやつが、マルサン発酵マットみたいな、ハヨガに、うん、大平竹の菌回してるボトルだったさ。へ、それがね、平田にはすごい合ってた、本当平田には。へ、だけどやっぱ大型のオークは作るにはやっぱそこになったら持たないから、そこまで、うん、ダメだ、じゃあ1年シーンがもういっちゃった。なんかメスっぽいね。メスっぽかった、うん、まあメスでも40ミリが出れば。どの辺でメスって感じましたか？なんかね、卵巣みたいなのが出てた。マジで？潜ってきた時に毛利卵巣出てた。これ残りはあのこっちをにマット詰めて、うん、ちょうど幼虫、幼虫じゃない、あの卵の産卵セットみたいな形にして、うん、そこにまた卵を巻いておきます。戻すってことね、卵、うん、で固めとけばその中で幼虫と潜りしないでね、そして育つから、うん、メスは入れずに幼虫だけとかね。そうそうそう、それでもう本当はこれさ、うん、もう一回産卵セットを組みたい人もいるかもしれないじゃん。組みたい場合はね、卵を一応でかいカップか、もしくは、うん、ミニケース、ミニケース、こういう感じのケースの中に、うん、2、3センチカチカチに詰めて、うん、それでその中に卵を巻いてから上にかぶしとけばいいと、うん、なるほどなるほど、うん、とにかく固めてないと集団ではいられないから、もし心配な人はもう一個ずつカップに卵を固めてないと、その中で暴れ回って共食いし始めるってことでしょ。そう、近寄っちゃうので、一応卵ちゃんと割れてなくても、この中にちょっと残ってても、うん、そのままこっちで孵化するので。ああ、なるほどね、うん、こっちに残ってた場合でもその、うん、安心ってことに混ざらないってことね。そう、他のやつと。それでこういうすりこぎ棒でプレスするけど、うんうん、卵は意外と全然平気なので。どうかな、幼虫は死にます大体。へえ、プレスしちゃうと幼虫よ、永遠に栄光あれ。幼虫の栄光って何？成虫になって勝ち残るってこと？知らんけど。あ、今プツンって聞こえたよ。出たよ、蚊に刺された。いや、蚊に刺されて痛くはないけどね。の貧弱すぎるやろ、その剛腕みたいな上で。なことない、カチカチに固めて、3センチカチカチに固めて、うん、卵巻きます。だから4センチくらいありそうだけど、うん、卵ね、くっついてても孵化するタイミングが違ってどんどん離れちゃうから。本当？あんまり気にしなくてもいいと思う。もともとは一緒にいたのに気づいたらどんどん離れていく、秋の青春ラブストーリー。まあ10個でもいいや。あとはこれかぶしときます。いや、楽しみだな、ほんと平田、うん、まあ、これだけでいいか。これ卵10、うん、そうだね、それ以上の情報ないもんね。そう、あとはだからもうラベル作って、うん、後でメス使うなりするなら、メスにもラベルつけとくの。後でメス使うなり。そうなり。絶対かぶしてくれよ、みっちゃん。まあいいや。だって、それってキテレツのあれだら、うん、やったー、やったよーってやつだら、うん、はーはーはーってな。あんまね、引っ張ると面白くないんだよな、うん、一応これ卵10でした。はい、でこれ幼虫も10、初例幼虫が10で、二例は食べられちゃって多分1匹になっちゃったと思う、うん、まあ割り出しはね、まあ1ヶ月から1ヶ月半では割った方がいいかな、うん、卵回収でもいいので、うん、幼虫がとにかく初例幼虫が見えたら割った方がいい。平田はね、うん、うん、やっぱ観察力というよりも、もう観察する努力が必要だと思う、うん、こういうのセットしても結構飽きてほったらかすさ、餌たくさん入れたりするし。そんなやつは許せん。あなたです。まあでも個人的に20もあればいいかなと思ってるからさ、数的には育てるにはちょうどいいと思う、うん、これ以上いても難しいよ。そうやね、うん、じゃあこんな感じで。わかりました、はい、とりあえずじゃあ本土平田は今回こんな感じで、うん、はい、この卵はいつぐらいで今度取り出したらいい？これ、あ、これか、うん、これはだから1ヶ月半ぐらいで、ね、さっきの2例ぐらいになってるから、うんうん、その辺で今度禁止ボトル今作っとけばちょうど、はい、ちょうどいいくらい、これぐらいになるじゃない？ふんふんふん、俺が作るのかな。まあ今の段階で
売れなかったボトルなんかも取っとけるから10本ぐらいだったら取っときゃいいんじゃない、うん、じゃあお願いします、うん、じゃあまだこれもあれだね、その1ヶ月半ぐらいしたらボトル投入するとこ一応取るか。わかりました、うん、とりあえず完了度は22度ぐらいでいきます。そうだね、あそんな感じで、はい、割り出ししてみましたけど、卵が10、初霊幼虫が10、それで二霊幼虫、まあもっといったと思うけど食べられちゃって1匹になってました。そんな形です。はい、管理はとりあえず卵が初霊になった時点で割るように気をつけてください。はい、皆さんもそうしてください。了解しました。はい、それでは